今永翔太の練習風景がヤバすぎると話題に。今永はチームメイトたちに囲まれることとなったが、しばしその様子を観察していると、どうやら今永はチームメイトたちと流暢な英語でコミュニケーションを取り、すでにすっかりチームに溶け込んでいる様子。しかも、何人ものチームメイトたちが今永の話に耳を傾け、その後に大爆笑するという光景も。今永の姿は、まるで何年も MLB でプレイしている選手であるかのような印象を与えるほどのものであったが、その後、石橋がカメラに向けて語ったところによると、聖夜の話だと、今永の英語は全然通じてないとのこと。英語でのコミュニケーションがうまくいかない中で、そこまでチームメイトと交流できるのならば、逆にそのコミュニケーション力の高さに驚かされるところだが、もしかするとこうした形で早い段階からチームに溶け込んでいたことが、開幕後に見せている今永の快進撃につながっているのかもしれない。この記事読んでて笑ったわね。今永すげえわ。アベマ企画で石橋貴明が今永にインタビューしとる。通じてないのに笑いとる先生すごい。先生向こうでお笑いキャラ成功したんやね。アメリカ人のおもんないジョークと今永の笑いって近くね。アメリカ人のジョークって言うほどつまらんの？翻訳してるから日本人にはおもんなく聞こえるんやね。言語の特性を使ったジョークは訳すと翻訳するのは大変やし、面白みが欠けたり変化しても多少はしゃあない。笑いのジャンルが違うだけやな。ご視聴ありがとうございました。